はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、遠征騎士デッキ真面目に組んできたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。遠征騎士デッキ、この間竹光ロックっていうデッキご紹介したの、皆さん動画見ていただけましたでしょうか。相手ターンをスキップするっていうなんかクソみたいなデッキをね、世界一クソみたいなデッキをね動画にしてきたんですけども、あのデッキの中で使った遠征騎士ギミックってなんかシンプルに強いんですよ。遠征騎士ギミック結構強くて、まあ、それをね今回は使ってね、デュエルをしていくっていう、まあ、そんな感じのまあデッキになってるんですけども、要は真面目に組んできた遠征騎士だと思ってください。この間は正直ふざけました。遠征騎士使って燃えた竹光をなんか発動して相手ターン全部スキップするみたいなクソみたいなデッキでしたけど、今回はちゃんと真面目に遠征騎士します。はい、で展開を見ていただければ分かると思うので、まあ、採用カードだけ一応説明していくんですけども、ライティドライバー、それから、エクスパラディン、それから、ネオスペースコネクターっていうこのモンスターたちが、基本的には、イゾルデを作る、1枚でイゾルデが作れる、カードとして、イゾルデができるとこのデッキ、サベージとシャルルが立つんですよ。まあ、展開は対戦動画ご覧いただきたいんですけども、イゾルデからアウロラドン、までつなげて、シンクロ召喚していくデッキになってますんで、まあ、これで、シャルルとサベージで、まあ、ビートダウンしていくっていう感じのデッキになってますね。でさらに、そこに、ゴッドフェニックスギアフリードを添えてゴッドフェニックスギアフリードも出るみたいな構築に、なっております。結構ね、楽しいんだよね、このシャルルが強くてさ、遠征騎士ってこれどういうことを思ってるかっていうと、なんかこの間もなんかあんま説明しなかったんでちゃんと説明しますけど、このモンスターね、フィールドのモンスターに装備カードが装備された場合、フィールドのカードを1枚選んで破壊するよと。遠征騎士って結構ね、装備フリーチェーンでできる装備モンスターがいっぱいいるんですよ。例えばローランだったら、こいつ展開途中で墓地を越えられるんですけども、こいつ墓地からね、自分相手のメインフェーズに自分のフィールドの戦術モンスターを最初に取ってそいつに装備できるよみたいな効果を持ってたりとか、あとそれから、ローラン、こっちのローランね、遠征騎士ローランの方、こっちも、フリーチェーンで手札から戦術モンスターに500ポイントアップの装備カード扱いとして装備できるみたいな効果を持ってるんですよ。だからフリーチェーンで結構ね、装備カードを装備できるんですよね、遠征騎士って。だからこの選んで破壊がフリーチェーンで発動することができると、これだけ強いです。で、自分が相手のエンドフェーズに、手札墓地から装備魔法を、1枚、選んでこのカードに装備するっていう効果を持ってるんで、エンドフェーズだったら絶対なんか破壊できます。はい、さらにデッキから戦術炎属性も、装備できるっていうことなんで、これで装備して強いモンスターが、例えばオジエね、オジエ装備されてると装備モンスターが効果で破壊されないとか、サンダーボルトとかライトニングストームとか効かないとかね、あ と、オリビエだったら、装備モンスターが相手の効果が立ちならないみたいなね、戦闘で破壊されなくするカードもあるんで、それとかを入れてもいいと思います。はい、まあ、今回はちょっと一応枠の関係上オジエとオリビエしか入ってないですけども、戦闘で破壊されないっていうモンスターもいるから、オリジエと、オリビエとその戦闘で破壊されないその遠征騎士もいるんで、そいつを装備するとなんか無敵のシャルルができるんですよ。でそれとかも目指してもいいと思います。はい、楽しいですよ。で、あとはまあ展開途中で使っていくから、まあイゾルデ、ハリファイバー、アウロラドンからのオライオンみたいなね、この動きいつもの、まあ、これはまあ言わずもがなかなっていう。あとは装備法ですね。イゾルデから墓地落として、まあリナルで回収するっていう動きが一番基本的な動きになるんだけども、まあ、これで落として強い装備魔法が何かっていう話ですね。まあ月が見立てとかこの辺の遠征剣デュランダルは前回やったからいいと思うんだけど、このヌスットの煙玉っていうカードね、これ破壊されると、効果で破壊されると手札を1枚反転できるって、相手の手札確認して、これがね結構強くてね、うまくいくと、ネオスペースコネクターから出してくる、アクアドルフィンで、1枚破壊して、はい、で相手の反動をね、でさらにヌスットの煙玉で破壊できるんで、なんか2ハンデスから入ることができるんですよ。でさらに相手ターンになって、こいつの効果でまたヌスットの煙玉破壊するってこともできるから、まあ、最大ね相手のターンでなんか3枚くらいハンデスできたりする、結構強いこれが。なので一応1枚入ってますっていう感じですね。はい、まあ遠征騎士だけで組んでもいけるとは思うんだけど、さすがに一番初動が強すぎて、なんかイゾルデからのアウロラドン頼らざるを得ないんだよね。まあ、ここちょっと初行だけはちょっと許していただきたいなっていう感じです。はい、ということで早速ね、遠征騎士シャルルによる制圧を皆さんにお見せしていきましょう。デュエルスタンバイ。真面目に
シャルルさんにも怒られそうなので、しっかりとね、聖騎士を回していきたいと思います。遠征騎士ですね。聖騎士というか。まずはネオスペースコネクターを召喚。ネオスペースコネクターの効果を発動。ネオスペースコネクターの効果により、おっと、なんかあるね。なんかあるね。エフェクトベラ困るね。困るね。まあ、抹殺していくしかないね。基本的には。エフェクトベラちゃんと入れてるから。こういう時のためにね。さあ、抹殺の指名者でエフェクトベーラーをゲームから除外していく。そして、エフェクトベーラーの効果は無効。よって、ネオスペースコネクターの効果は通る。さあ、ネオスペースコネクターの効果により、ネオスペーシアン、アクアドルフィンとかにキモイルカを出していく。そして、キモイルカの効果を発動。多分もうさすがにこれ誘発なさそうな気がするので、でちなみにこれ相手のデッキが何かもわかるんですよ。あ、ドラゴンメイドですね。ドラゴンメイド、なるほど。ドラゴンメイドか。了解。まあ、どれもハンデスはできないので、まあ、とりあえず適当にモンスター選択して500万受けて、で、あれですね、基本展開は見せれそうです。まずは一旦、イゾールで出しましょう。と。イゾールで出して、で、イゾールで効果発動。ここで持ってくるのは、まあ、正直何でもいいんだけど、次のターンのこと考えて、ゴッドフェニックスギアフリーとか多分一番強いと思う。もう、ローランで結局持ってこれるから、なんかここゴッドフェニックスじゃなくて次の後続でいいかもしれないですね。後続でもいいかもしれないわ。後続の方がいいかもしれない。で今なんだっけ、リナルドが手札にあるのでハンデス決められそうですね。クソゲーを相手に押ししてることができそうです。でリナルド特殊化成功し効果そう。これ装備カードが何を持ってるかによってなんかまあ、持ってくるカード変えればいいって話なんですけど、リナルドが引けてない時とかはね、ここでデュランダルを持ってきて、で、デュランダルでリナルド持ってくるみたいな動きするんですけど、まあ、今回引けてるんで、まあ、とりあえず一回ハリファイバーしましょう。まずは、チューナーを含むモンスターに対してハリファイバー効果と、誘発あるかどうか確認してから動けるんで、結構ストレスないですよ。このネオスペシャルアクアドルフィンから入るとね。で、アウローラドーン。シンクロ召喚デッキって大体ここに行き着いちゃうの良くないよね。このさ、ギミック強すぎて、なんか、メインギミックで真面目になんか、シンクロするのちょっと若干バカバカしくなるみたいなとこあるじゃないですか。展開力高すぎてね。まあ、もちろんその、継続戦闘能力みたいなのを、意識するんだったらちょっとね、また別なのかもしれないけど。でですね、アウローラドン効果発動して、もうこれここいらないんでこれリリースして、で自身リリースして、ね、最強の遠征騎士オライオン出していく。でですね、リナルドにオライオンチューニングして、こいつ出していく。はい、でこいつ出して、でブリキの軍装効果召喚に成功すると墓地のチューナーモンスター1体を釣り上げるという効果を持っている。これでお、ライオンを特殊化し、そしてお、ライオンの効果とトークンが生成できるぜ。でこれでさ、レベル3のトークン4体生成できてるからさ、強すぎるよね、これ。どう考えても。これ、シンクロフェスティバルでこのギミック使えないのちょっと若干残念だわ。まあ、ハリアドンギミック許されたら全員がハリアドンするから、ハリアドンフェスティバルになるけどね、多分。ここでローラン出していく。で、これで、エンドフェイズに戦士速サーチみたいな効果持ってますね、はい。装備墓地送って戦士速サーチみたいな。ここでゴッドフェニックスギアフリードを出した方が良かったんで、多分ね、そっちの方がね、いやね、ここのね、スターラスチャージボーリアでワンチャンワンドローでゴッドフェニックス引けるかもしれないんで、最初にサーチしたの多分あれ、ね、あれだね、エクスパレティングかなんかで良かったわ。ゴッドフェニックスは後でサーチすればいいから。で、アウロラドンの効果で、アウロラドンじゃねえや、サベージ効果で装備する。で、スターダストチャージウォーリアーをシンクロ召喚していく。ブリキの軍装を巻き込むとチューナーになれるんですよ、出てきたモンスターが。なんでスターダストチャージウォーリアーで1枚ドローしていく。アドバンテージもしっかりと稼いでいく。ほい、まあ1枚選んで買う人は、このネズミマジでね、素引きした時の殺意やばいから、ほんと殺したくなる。でシャルルを特殊感、こいつを活躍させたんですよ俺は。え、いけ遠征来てシャルル。そして、ヌスットの煙玉を発動。ヌスットの煙玉を発動し、シャルルが、装備カードを装備したので、効果を発動。さあ、シャルルの効果により、ヌスットの煙玉叩き割り、相手のハンドを1枚、
ぶち壊していく。これでね、これ何を破壊すればいいんだろう。モンスターかな、さすがに。これ墓地効果あるんだよね、確か。何とかよくわかんないけど、とりあえずなんかモンスターどっちか破壊しときゃいいか。ドラゴンメイド組んだことないんでわかりませんが、ようわからんけど、これ破壊しときますか。はい。でですね、さっきのネオスペーシアン、アクアドルフィンがね、1枚ハンデスしてれば、ここで私もすでに先行で2ハンデス決められましたんで、なかなか強かったっていう話ですね。はい。で、エンドフェイス。シャルルの効果発動。墓地で存在する、ヌスットの煙玉をもう一回装備しといて、そして、デッキから繊維速炎属性を装備できる。これによって、オジエを装備していく。オジエ君はですね、装備されてると効果で破壊されないっていう最低の耐性を付与できます。で、ここで次の後続持ってくればいいから、ここでゴッドフェニックス持ってくるのが一番良かったかなと思いますね。ワンダローしたら出せるんで、ゴッドフェニックス。イゾールで、ね、サーチしてきたモンスター出せないんですよね。これはまあ、じゃあ、エクスパラディンかなんかで持ってきて、これでエンドでいいんじゃないですかね。これが一応理想展開です。ね、フリーチェーンで装備カード装備できるんで、選んで破壊が1回飛ばせますし、シャルルのね。で、シャルルは効果で破壊されない、あとサベージで1回無効っていう。ドラゴンメイド、ルフト、はい、誰？はい、誰？はい、わからん。はい、わからん。何そいつ？なるほど。ダメだね。ダメだね。全然ダメだね。サベージ使うしかないの。サベージ効果、無効にしていく。カウンターを1個取り除いて、相手の発動した効果を無効にしていく。クイックリボルブ。何？そのカードは宇宙最強のバレットカード。貴様、リボルバーだったのか。なるほど。クイックリボルブの効果で、デッキからバレットモンスター一体を特殊召喚できる。あ、強い！トレーサーは強い！トレーサー強いな。トレーサー破壊しとくべきか。いやー、まあ一旦様子見るか。フリーチェーンなんだよね、トレーサーって。まあでも今一応カードないからワンチャンあるけど、まあちょっと一回見ましょう。トレーサーは、フリーチェーンで表側のカードを破壊して、バレットを出せるっていう。ストライカーね、 OK。 でストライカー効果発動するとリボルブートセクターとかいう史上最強のフィールド魔法をサーチすることができる。はい、 OK。 でストライカー破壊するのか。ストライカー破壊してバレットトレーサーを持ってくる感じね。 OK。 ちょっとシャレルどこで使ったらいいか全然わかんねえ。ドラゴンメイドの展開力ってどんぐらいなんだろう。これもなんかリボルブートセクター止めちゃってもいい気もしないでもないけどな。召喚権割いたしな。リボル、あ、召喚権割いてねえか。まだ。まだ召喚権は割いてない。で、1枚バレットトレーサー。で、リボルブードセクターある。いやー、ここ破壊した方がいい気がしないでもないが。いや、出てきたモンスター殺せばよくね。冷静に考えたら出てきたモンスター殺せばいいわ。出てきたモンスターを殺せばいい。結局。で、あの伏せカードなんだっけ。ちょっと、わかんねえ。メインフェンス終了もオッケー。で、ローラン効果。相手のメインフェーズまたは自分のメインフェーズに、このカードを、フィールド上のモンスターに装備することができる。そして、シャルルは、装備カードが装備された場合、相手のカードを1枚選んで破壊することができる。これによって、お前のフィールド上の、なんか謎のトラップカードを破壊するとさせてもらうぜ。手札もしくはドラゴンメイドを特殊召喚するってか、いないけどな、お前の手札と。あ、墓地にはいるわ。手札墓地にはドラゴンメイドがいる。やべえ。これちょっと待って。完全にやってる？あれ？これ破壊しちゃダメなやつじゃね？ドラゴンメイドわかんな。やばい！やばい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 ！やばい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 ！ちょっと待って！ちょっと待って！やばい！やばいこと起きてる！あれ？あのトラップカード破壊しちゃいけないやつじゃないの？あれ？やっべ！ちょっと待って！あははは！やってもうた！やばい！やばい！ちょ、ドラゴンメイドわかんなすぎ問題発生してる。やばい。エフェクトベーラーと、ハリファイバーで、リンク召喚セレンですね、これね、多分。あー、やばいね。やばい。アクセスはやばい。許してお母さん、助けてやばいよお母さん。アクセスコロトーカーの効果5300、やばい。光
カリ属性と今の水属性がいいんだっけ。あでも一応オジエのテキスト読まないっていう話はあるよ。相手オジエのテキスト読まないみたいな話ある。オジエのテキスト読まない、オジエのテキスト、オジエを装備されているモンスターは効果でも破壊できない。頼む頼む。うわテキスト読んでる、テキストめっちゃ読んでるテキストめっちゃ読んでるやんけこいつ、ふざけんな。うわーシャルルーくっそー、アクセスコード投下の野郎絶対に許さねえ、絶対に許さねえ、ドンサルさんと。いやでも一応返せますからね、ちょこっから返していきましょう。ワンキル取られなければ全然返せるんで行きましょう。ですね、まずはエクスパラディンから入っていきましょうか。エクスパラディンを召喚していく。エクスパラディン召喚成功時効果発動。何らかの炎属性専属モンスターを装備することができる。これによってこのネズミ装備していく。でネズミ装備解除して特殊召喚することができる。ユニオンモンスターみたいな感じですね。はい。あの最近また ABC デッキ作ったんですよ、ユニオンといえば。ちょそれもまた動画にしますね。でイゾルデをリンク召喚していく。おい、イゾルデをリンク召喚していく。でイゾルデも動かそう。リンク召喚成功時、戦士族モンスター一体を手札に加えることができる。これによってこれキリビリティかなんか持ってきておいたらこう出せる。これあれこいつってさ、こいつってさイゾルデで持ってきても出せるタイプのやつだっけ。出せない、あ出せないタイプのやつか、出せないタイプのやつか。なるほどな、発動する効果のやつね。オッケーで死者蘇生発動。いや関係ねえ、でも関係ねえ、現れよ遠征騎士シャレル。さあ再び現れろ。んーどふん。そして墓地に存在する遠征騎士とローランの効果を発動。ローランの効果により戦意速モンスターに装備をし、シャルルに装備カードが装備された場合フィード上のカードを選んで破壊することができる。そしてさらに墓地に存在するオジエの効果も発動しよっか。オジエの効果も発動しよう。オジエの効果によって遠征騎士とシャルルを装備し、このモンスターは効果では破壊されなくなる。そして墓地に存在する装備魔法カードを1枚をゲームから除外することにより現れろゴッドフェニックスギアフリード強そう。そしてリナルド特殊召喚、そしてリナルド特殊召喚成功時効果値と墓地または除外されているカードを1枚を選択し手札に加えていく。これによって効果では破壊されず戦闘無敵のシャルルが爆誕するぜ。スキャム盾を発動、スキャム盾をシャルルに装備、行くぜバトルレイズ強い、なんという最強のモンスターが爆誕したんだいや耐えた。ドラゴンメイドをちょっともうちょっと勉強する必要がありそうですね。シャルルさん強いでしょ、ターンスキップしてる場合じゃないんですよ。遠征騎士でシャルルは最強なんですよ、真面目に組んだら結構強い。うわなんもねえ、なんもねえ、マジでこういうさなんか誘発誰も引けてないみたいなハンドの時ってさ、もう遊戯王って絶望するしかないのやばいよね手札誘発引けない方が悪いみたいな話あるからさ。あでもなんかエルドリッチみたいな動きしてる、エルドリッチみたいな動きするやん。これはまずは展開力的にはこいつから行った方がいいのかな。チューンナイトいらないか、一番チューンナイト召喚してこっからかな。一応こいつなんとかされても、展開方法はありますね。で、キリビレディを特殊召喚していく。でキリビレディはフィード上に戦速モンスターがいる場合特殊召喚できるという効果がある。これで、強引にイゾルデを作って、イゾルデの効果を発動していくって感じですね。で戦術モンスター2体でリング召喚、サーキットコンバイン、あらあら聖騎士の追走、イゾルデ、これ知ってます？あの右側の人がイで、あの左側の人がゾルデらしいですよ。右側の人がイさんで、あの左側の人がゾルデさんっていうらしいですよ。はい、でイさんとゾルデさんの効果によって、デッキから手札に加えるのはこれはまあちょっと次の初動のモンスターサーチしておきましょう。ゴッドフェニックスの枚数ちょっと迷ってんだよな。なんかこいつ別になんか3枚積んでもいいし別にサーチギガ1枚でもいいって話もあるんだけど、素引きした時ちょっと強いんだよね。
あれね、あのゴッドフェニックスさんね。そこちょっとね問題なんだけど、まあ、とりあえずデュランダルを墓地に送りながらリナルド効果、リナルド特殊化成功時効果で、リナルドの効果によってデュランダルを手札に加えていく。 OK で、デュランダルでリナルド持ってきて御前試合、あーめんどくさいなめんどくさいな、ゲロめんどくさいな。これってさ、え、御前試合ってさ、確かあれだよね、あの炎属性2体いるときに2体をリンクマーカーにセットして水属性とか出せないんだよね。これつれえな、これつれえな。まあ、デュランダルは装備するわ。でデュランダル効果発動をして、デュランダル叩き割って、リナルド持ってくる動きはしとこう。御前試合めんどくさ、ハリナドンのギミックが完全に停止したな。ちょっとどうしようこれ、まあ、ちょっととりあえずリナルド持ってくるか。リナルド持ってきて、でリナルド特殊召喚して回収するまでは行くか。ちょ、何すればいいか全然わかんねえ。オリビエちょっと一回出すか。オリビエ出して、オリビエ捨ててオリビエ特殊するしかないな。オリビエ捨ててオリビエ特殊。さあこのモンスターは、手札から炎属性戦速を捨てると、手札から特殊召喚できるという効果を持っている。墓穴の指名者、何じゃ何オリビエさん、くそ、あいつ俺の展開ひたすら止めてきやがる。許さねえ、絶対に許さねえ。なるほど、これもうゴッドフェニックスでぶん殴りに行くか。ゴッドフェニックスでぶん殴りに行くか。ゴッドフェニックス出して、でゴッドフェニックスでなんだっけ、リナルド装備して、でモンスター効果無効って言っといたら強いんじゃね。こうしといて、はい、炎属性しか出せないんだったらゴッドフェニックスギアフリードさんでビッドダウンするしかねえ。行くぜ、ゴッドフェニックスギアフリードでこのなんかもう用なしのリナルドを装備して、お前なれー強い、ステッカーの全部強いやんけ、ふざけんな。くそ、こいつは効果が無効になって攻撃力がゼロになるとかに最強の効果、しかも永続、やばいことが起きた、助けてくれ、やることがなさすぎるやべえな、あのカードどうにかするしかないな。御前試合とかいうカード、これさ、これフェニックス出せんじゃん、冷静に考えたら。これ強くね、これ、この炎属性と炎属性でトロイメアフェニックス出せんの、神ゲーか。よしよしよし、トロイミアフェニックスの効果はそう、トロイミアフェニックスの効果によって手札を1枚墓地に送り、相手のフィールド上のマジックトラップカードを1枚を破壊する。これで御前試合を破壊させてもらう。よーし、御前割れた、オッケー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 、御前割れたのでかい。これは炎属性残して正解でしたね。表結界は除外すると墓地から水属性モンスターを回収するという効果を持っている。オーケー、いいでしょう。まあ、そこ止める手段はありません。はい、再放流強い。あ、待って、これ墓穴セットしなければいけたのか。あ、でもどっちにしてもフリーチェーンとか意味ないか。やばいな、チューナーモンスターが出てくると宇宙が始まるからなやばいぞやばいぞ、おい、そっちがハリアドンすんのか今度は。おい、やめろ、ハリファイブ、ハリファイブ、オッケー、やばい、ちょっと本当にやばい。さすがにドロイミアフェニックス、うわうわこれどういうデッキなんだろう。ハリアドンしてくるタイプのデッキかな、それともなんか普通にシンクロ召喚で戦ってくるデッキかな、わかんないですね。あ、アーケーですよ、なるほど、へえ。なんかこれあれかな、あの水属性シンクロビートダウンみたいな感じのデッキなのかな。で、アーケーですでぶん殴ってくる、いやきついね。アーケーですのフリーチェーン破壊きついね。手札2枚捨てるとフィットのカードを1枚破壊できるっていう効果あるんだよね、あいつ。あれこの効果意外と辛いぞ。とりあえずあれだな、あ、でもあそこは伏せてくるんだ。じゃあ破壊は飛んでは来ない。破壊飛んでこないんだったら、あれですね。ネオスペースコネクター、このストレッチマンが活躍する可能性はありますね。で、ストレッチマンの召喚成功時効果と、デッキからキモイルカを特殊召喚できて。現れよ、キモイルカ。そして、キモイルカの効果を発動してもらうぜ。お前の反動を1枚。クソザコモンスターであれ、クソザコモンスターであれ、ガメシエル絶望のカード見えた、やばい、絶望のカード見えた、
ちょ、ガメシーロやばい。さすがにネオスペースコネクター君とアクアドルフィンでリンク召喚してイゾルで出していく。いや、これガメシエル君いいのきついな。まあ、ただこれこっから一応ハリファイバームーブすれば、うーわー、あ、でもガメシエルいなかったらまあいいわ。ガメシエルいなかったらまあいいや。オッケーオッケーオッケー、ガメシエルいなくなったから耐えた。オッケー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 。まあイゾルで止められたけど死んではない。まだ装備しよっか、一応オリビエ装備しよっか、一応装備しよっか。これでエンドですね。で、一応相手1枚ドローしても1500だから、イゾルで抜けない。オッケー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 。ここで1枚衝動みたいなカードが引かれてなければいける。よし、耐えてる。よし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 。よし、耐えてるぞ。耐えてはいる。ネオスペースコネクタ来た。いや、そろそろ動き出したい。相手の手段だ。イゾルデの効果発動。イゾルデの効果によって、装備カード1枚を墓地に送り、デッキからリナルドを特殊召喚していくぜ。さあ、リナルド特殊召喚成功。効果そう通るか、通りそうだな。よし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 、通りそうだな、通りそうだ。一回ヌスットの煙玉でハンデスぶちかましていくか。で、リナルド特殊召喚できる。で、こいつは炎属性がいると、炎属性戦士がいると特殊召喚できる。で、こいつはこの効果特殊召喚成功すると中断なれる。そして2体のモンスターでリンク召喚。やっと動き出した、光が見えた、行け、ハリファイブ。こっからはね、いつもの動きですね。はい、レベル3のトークンにレベル6のスターダストチャージウォリアーをチューニング、シンクロ召喚、遠征機してシャルル。そして墓地に存在するローランの効果を発動。ローランの効果により遠征騎士でシャルルに装備していく。そして遠征騎士でシャルルの効果発動、相手のフィールドのカードを1枚を破壊していく。そして、墓地で存在する遠征騎士オリビエの効果も発動。これによってこのモンスターは効果では効果の対象にならない。そして俺はまだ召喚機を抑えていない。行け、ネオスペースコレクター。さあ、全てのモンスターでバトルフェイス、ストレッチマンパンチ、イケシャルル、敵を蹴散らせ、サベージ、人雷のバレルフォイヤー、シャーシャー。これが遠征機してるってですよ、皆さん。反動ちょっとだけ事故っているけど、ここでなんか頑張ってキリビレディから展開していくことによって意外となんとかなる気がする。いけるな、いけるな。イゾルで特殊化成功するか、これ。なんか何らかの誘発ありそうな気がするな、これな。相手のチェーン的に優先権渡るよね、これね。イゾルで召喚効果発動を渡んねえわ、渡んねえじゃん、嘘ついたわ。全部通るわ、ザードルするわ。じゃあサベージシャレルだな、もう最強盤面だわ。もう言うことねえ、この盤面ができたらもう言うことはねえ、最強。シャレル、シャレルがちゃんと活躍すんのでかいよね。ああ、本当にめっちゃかっこいいよ、このモンスター。さあ、どうする。 なかなかに強力な盤面だぞ。超融合、え、これで出せるモンスターおる。待て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 、え、なに、どういうこと、ドラゴン族シンクロモンスター戦速モンスター、うっそ、うそやん、うそ、そんなことある、なんでそんなモンスター入ってんだよお前、ふざけんなマジで、絶対おかしい。